色画用紙と花束用の不織布を使って夕焼け小焼けの情景を作ってみました。まず背景を用意します。縦75センチ横135センチの不織布を使っています。大きさは壁面に合わせてください。色画用紙を使っても構いません。そこに黒い画用紙を破って作った山や地面を貼っていきます。境目のところには糊をつけないように気をつけてください。丸く切った赤い画用紙を地面の向こう側に沈むように貼ります。その周りに赤や黄色やオレンジ色をちぎって丸く貼っていきます。太陽に近いところは重ねるように、周りはだんだん広がるように貼っていきましょう。雲は薄紫色の不織布を破って貼りました。全体のバランスを見ながら間隔を取ったり重ねたりして貼りましょう。お寺と手をつないだ子どもたち、カラスはハサミで切っています。カラスのねぐらの森は手で破いたものを貼りました。夕焼け小焼けの歌詞を一緒に貼ったり、赤とんぼと組み合わせたりするのもいいでしょう。不織布を使う場合は下にナイロンなどを引き、糊かボンドで貼ってください。お寺とカラスは紙を半分に折って切っています。子どもたちは紙を屏風折りにして切った後、一人一人髪型や着物の形を変えています。白い紙に色を塗ったり、色紙を使ったり、手に入る材料を使って作ってみてください。